っぱりや。しゃあない。今夜は干物で我慢や。って、また親父に文句言われるな。まったく、文句言うならたまには自分で晩飯取ってこいって。ん？なんやあんた。何しとんのあんた。どうしたん？痛いんか？なんやだらしない。ほらさっさと起き。大したことあらへんやないの。こんなんツバつけとけ治るで。じっとしとき。これでよしと。せんとき、こういうときはお互い様や。あんた観光客か？島では見かけん顔やな。泳ぎに来たんならあかんで。ここの流れは素人さんには危なすぎる。泳ぐなら南の浜で泳ぎ。なんやそれ。知らん。小学校ってことは先生か。先生の見習いか。
ごめんごめん、うち学校好かんからな。先生になりたがるなんてどんなもの好きかな思ったんや。よっぽど賢そうな顔しとるんかと思うたけど、そうでもないな。まあ、とにかくここは素人さんには危ない場所や。ぼちぼち風も強なるし、服着てさっさと帰るこっちゃ。アホやな、こんなんで乾くはずあらへんやないか。濡れたままただ並べとるだけや。もっとこうギューッと絞らんと。絞りゃ着られるやろ。こっちもはい。困った時は助け合わんとな。あっかこんなとこで油売ってる暇ないんや。さっさと帰って晩飯の支度せんと親父が怒り出すからな。もちろんや。晩飯のおかずはこうして毎日うちが取ってるんや。今日は不良やったけど、まあこんな日もあるわ。じゃあな、見習いの先生。縁があったらまた会おうや。このスーツ、わあ、シワシワ。お兄ちゃん、一体何やったの？
髪が短くて森を持った女の子？それって…ヒカルちゃんじゃないかな？坂東ヒカル、私の一個上の学年だった子。お兄ちゃんが島を出てから引っ越してきた子だもの。でもね、私もよく知らないんだ。ヒカルちゃんもめったに学校に出てこなかったから。ヒカルちゃんね、おっかなそうなお父さんと二人で暮らしてんだよ。お父さんは怖いけど、ヒカルちゃんは楽しい子だよ。私一緒に遊んだことあるもん。みんなは変な人たちって言ってるけどさ。みどり、余計なこと言わないの。だってみんなそう言ってるじゃない。噂で人をどうこう言っちゃダメ。だいたいあんたおしゃべりすぎるんだから。あんまり島の人たちと付き合わないから。澤部に小屋建てて二人だけで住んでるの。集会にも出てこないし、お店でお買い物もしないしね。あんたは黙ってなさいって。みんないろいろ噂してるよ。よそで悪いことして逃げてきたんじゃないかとかさ、なんか地面の研究してるとか、宝探ししてるとか。みどり、いい加減にしないと怒るよ。わかったよ。そんな噂、信じない方がいいと思うよ。悪い噂って大げさになるもんだし。私もひかるちゃんとはちょっとしか喋ったことないけど、元気で楽しい人だと思ったもん。はあ、でもお兄ちゃん、このスーツどうする？難しいかも。一応挑戦してみるけど。2日しか袖通してないのにもう覇気なんてかわいそうだもんね。お兄ちゃんもスーツも。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、朝だよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。お兄ちゃん、起きろ。優しく起こしてればいつまでもグー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 って。もうやっぱり叩き起こすのが一番みたいね、お兄ちゃんの場合。あ、ヒ
人を目覚まし時計代わりに使っといて注文なんかするわけ？忘れてた。わかったよ。優しく起こせばいいんでしょ。優しく起こせば。昨日のクシャクシャスーツは？やっぱアイロンじゃ直んなかったの？努力はしたんだけどね。おばあさんにも聞いてみたけど、無理だろうって。しょうがないから、町でクリーニング屋さんに頼んでみる。行ってくるね、お兄ちゃん。緑、だから分かったっつってんでしょ。怒らないでよ、お姉ちゃん。こっちが怒らせてんじゃない。ほっと、あんたって学校の先生みたい。同じこといつまでもグダ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 繰り返して。ごめん。でも…でもはもういいっつってんの。あと一言でも言ったら私マジで怒るからね。私は私の勝手にやるから。あ、お姉ちゃん待って。あ、先生、篠原さん。アキラです。藤崎アキラ。
やっぱり元気が一番だよね。日曜日に島に引っ越してきた人だよね。私、篠原渚、緑のお姉さん、よろしくね。はじめまして。僕、先に。行っちゃった。喧嘩見られて恥ずかしかったのかな。私なんか、お姉ちゃんと喧嘩してるのを人に見られても全然気にしないけどな。いつものことだし。そりゃあんたが無神経なだけ。私は恥ずかしい。私、今のお姉さんとよく船で一緒になるよ。まだ話したことないけど。私は船室にいるけど、あの子はずっと甲板に出っ放しだから。向こうに着いたら違うバスに乗るから。いけない、船が出ちゃう。じゃあお兄ちゃん、緑、行ってくるね。いってらっしゃい。ねえ、陽平先生。ここんとこよくわかんないんだけど、教えて。だって先生でしょ？教えるのが仕事じゃない。私、今こっちの子たちを見てあげてて手が離せないの。みどりちゃん、陽平先生に教えてもらって。はい。私、陽平先生の生徒第一号。あ、それじゃあ私第二号になる。その次私も教えて。陽平先生、俺も。その次僕、その次僕。
の応用問題。引き算なのに答えが最初の数より小さくなっちゃうの。半分くらいかな。でも大丈夫。分かんなかったとこは明日三島先生に聞くから。お疲れ様。どうだった？初めて生徒を教えた感想は。ちょっとは教える側の苦労が分かったかしら。自分で理解してるってことと、それを他人に分かりやすく伝えるってことは全然別のことなのよ。まだまだ本番はこれからよ。今日はみどりちゃん一人が生徒だったけど、そのうち1学年の授業を丸ごと受け持ってもらうんだから。心配しなくても大丈夫。その時は相談に乗ってあげるから。どうすれば生徒が理解しやすいか、いろいろ考えてごらんなさい。教え方っていうのは技術よ。そして教師はその技術の専門家。とりあえず喋り方はゆっくりめに、発声ははっきりとね。では今日のレポートを書いて提出すること。僕、忘れ物して。じゃあ、先生、さようなら。